さて何をやるかな。マリオ3があと678面で、 USA があと567面、2が678、なんか進んでる気しなくね、全然終わらないんだけど、なんなのこれ。本当にさ、なんかゴールが先に走ってるみたいな感じなの。俺も走ってるけど、ゴールも同じぐらいのスピードで前に逃げて追いつかんね。そんなイメージで。なんだこれ。いや冬関係ないじゃんお前たち。冬関係ないお前らは。どこに入れっかな。もう冬とは何の関係もないことしてくるねお前ら。おあの弾どこに行くんだ。こいつの所有物だけど、こいつ死んだらあれ相続されるのか。お前もかい。流れに乗りやがって。てか全然冬が関係ないんで、敵に。アイスクリボーとは出てこいよ。誰が幸せになるの。目押しできんのかな。じゃないとさすがに誰も得しねえよな。あれ誰も幸せになるな。お、雲。心の清いものだけに乗れる。不純物が混じっていた。お、来やがったな。ドド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 。あれ壊せってば。あれ壊したらどこ行くんだ。てかさ、壊したハンマーはさ、壊した岩はさ、一回セーブしたら元に戻るの。なんか戻りそうじゃない。セーブされなさそうだよね。だってステージクリアしても元に戻るんだよ。ハンマー残んのか。戻るんだったらやだな。まあでもハンマーの使いどころなんてねえしな。もうこれトルケーだろ多分。勝ってんだって。よし。え、あ、そういうことか。びっくりした。ここまでかと思った。俺の命は、マリオの命はもうここまでなのかと。俺はあれだろ、今完璧じゃなかった。完璧なスピード取ったぞ。これ多分出るぞおそらく。ここまで満点の成績できてる。緊張してきた。ちょっと死なないように。これもコインかと思って、すげえ急いでやらなくちゃと思ったけど、なんでもなかった。よし、これ出るぞ多分。これ何のためなの。泳いでいけ。危ねえ。罠にはまるところだった。よし。出ねえのかよ。あんだけ頑張って取ったのに。悔しい。ハンマーマリオ2に出たか。リーサルウェポン。ハンマーマリオっていうかさ、なんか来てたよな、マリオじゃないやつが。ファイヤーじゃないんだな。雪国のあいつはせっかく。なんで雪国なんで、ハンマーじゃないの。なんだ、なんかあると思うんですよね。これなんかなかったっけ。ほら、しかしツタン見つけた。あとは俺の後に継ぐ者たちがあれ取ってくれるだろう。石は残した。お好み焼き。俺いつもお好み焼き見るとこれ思い出すんだよ。マリオの6の3のようだなと。これさ、ここでもいけっかな。あ、こうやるんだ。これが賢いやり方なんだ。賢い大学生のやり方。あれが。たらき。よし。俺の念が操作したぞ、これ。
してタヌキにのみ与えられたこの報酬。いや少ねえよ、タヌキの価値と釣り合ってないだろこのコインは。タヌキという財産と。なんで飛べたんだちょっと。あ、そういうことか。 あっこから来たんだ。でもどっちにしろこんなところから降りたくねえよ、あっちの方まで飛んで。あーもう怖い怖い怖い、危ねえ。下行けんの、ちょっと下見えないんだけど。上から来たから、上から来たから怖い。ずっとエリート街道を歩いてきたから下が見えなくなって。よし、なんだこれ、ほんと怖いな、このステージ全然下が見えないんだ。やっぱ下が見えないって怖いよな。俺らどれだけ貧乏になるんだろうってさ思っても。ヒロコのリラックスが脱力、極めて脱力。まあハンマー使うか。これどこに繋がってんだよ。脱力を極めたマリオ。ふざけんなマジで、ふざけんな。でもこれセーブさ、でもセーブされるよね多分、岩の壊し具合っていうか。敵ではないぞお前たちなんて。おっと、補充しなければ。これなんか知らないけど何秒かに1回戻らないで、多分ね呼吸だと思う。呼吸のタイミングで溶けるから、地蔵になるためには息継ぎをしないといけない。だいぶ地蔵、よし、一歩間違えたら死ぬところだった。地蔵を過信しすぎていいか。地蔵の一撃を食らい。自然現象すらも倒す地蔵、まあ、地蔵向いて自然現象みたいなもんだからな。危ねえ。よし、これさあそこ行けるんじゃないか、として行けるのこれ。行け、やった、行っちゃうか。なんかさ、ここマリオのあれだよね、一定以上の褒美が出てこないんだよ。まあ、地蔵までとか嬉しいけどさ、あって1アップとかね、そこがちょっと与えるものがないマリオ、基本的に地蔵ゲット、土地の権利書とか入っててくれ、そしたら喜ぶ俺が、サプライズで。じゃあここはどこで、あこれ右上のところか、あれか、これ目押ししてみるか。じゃあ真ん中に星が来た時に行くぞ。全然ダメじゃん、星1個だよな。あ、いける、いけるのかこれ。ちょっと遅れたか。あ、ちょっと遅れたらこれになってことは、もうちょい早ければよかったってこと。あ、これ目押しできるんだ。しかもタイミングがちょうど通った、通りかかったタイミングでやればいいらしい。今からやってみるか。狙うべきだったんだな。狙えばいいことが。お、なんだこれ。似合ったものあるんだろうな。いや、もう。これ、もうないもんだって。あの中に入ってるもので、あれ以上のものが。あれが一番の褒美だなんて。うわ、ゴミが。やめろ、やめろ。動く悪魔。ちょ、行くな、そっちに。ふざけんなよ、マジで。絶対開けねえからなんだな。ああ。消えた俺のタヌキが。まだそんなにタヌキを楽しんでもいなかったのに。若くしてタヌキで死んでしまった。若タヌキ。取る。さっきよくもやらなかった。ゴミ。もうちょい右行けよお前の、このリフトも、リフトぐるみで俺を苦しめてきやがる。なんだあれは、あの位置に固定された空間に。あ、ここあれかもな、なんかこうコイン取ればのやつね。でもそんなことはもうどうでもいい。もうすでに持ちきれんほどのアイテムがある。これ以上何を取れっつんの。何だがしかし復活、
何？あ、お前か。いいよこれ、醍醐味ねえし。これ絶対無理だろこんなの。どんな確率だよ、どんな確率だこれクリアできるでしょ。あ、いけるの？おお、葉っぱってか。いいね。こんな後ろから出るんだ。後ろっていうか。バカも。あ、逃げなかったあいつ。なんでお前いなかったのさっきまで。なんでだよ。よしよしよし。え、あいつ持ってかないといけないのかな。そういうことか。でこいお前。あーちょっと指が持ちながら連打するの疲れる。サクサク行こうぜ、サクサクと。じゃねえと、もう進まねえんだよ本当は。なんか周りこれって全然なんか進まねえんだよ。俺がちょっと進んでもさ、なんか全然縮まんねえの、ゴールまでの距離が。ずーっとなんかこのなんかね、残り3、4面ぐらいのところをうろうろしてんだよずーっと。一生続くかもしれんこれが。ずっと俺マリコレ解き続けるのかも、ヒゲのじいさんになっても。逃れられないのかもしれんこのゲームが。お、何よ。何かが死んだぞ。何か死んだ音が聞こえた。そうだよ、雪の国って言ったらフラワーだろ。なんでずっと雪の国なのに葉っぱ歩いてんだ。雪の国って言ったらまた何か死んだ。何かいるぞここ。そして人知れず死んでいく。そして火がなくなった。火がなくなるという恐怖、凍え死ぬぞお前こんな。デカサガーダインやったか。お、こんなんかありそうだな。うめえのか。あった。そしてせいぜい1アップというこの現実な。もっといいもん入ってるけどよって頼んでもタヌキとか。ちょっ踏み込んできやがった一歩。あの踏み込みこそ俺が恐れてきたつもりNG。 この体勢はかなり勇気がいるぞ。そしてこいつね、ジャンプ力もあるんだよかなり。ほらこの跳躍力を見ろ。カエルは伊達じゃねえ。もう完璧解いたろこれも。カエルの力をもってすれば。うほ、最強かける最強か。最強と最強はタッグを組んだぜ。おい、あ、そうか。ん？ふざけんな。暴走だもん。暴走モードに突入した俺は。もう俺を止められるものはいねえぞ。完全に暴走してる俺。暴走にも限度があるんだ。そうそう、暴走し続けることはできない。マナーを守って暴走していかなきゃいけないんだ。おい、まあいいだろう。これでカエル剣が戻る俺に。さらにカエルを、カエルあと何体いる。3体いるだろうまだ。え、カエルもない。あ、カエル、あれ、あ、あったよかった。え、カエルも1体しかないの。そんな、僕のカエル、ラストガエル。おい、それはダメだ。おい、ふざけん。よし、逆に言えばここまで温存できたこのスター。おら、おい、ここまでかよ。中途半端だな。まあいい、これ俺が下手に動かなければ大丈夫なんだ。必ず死なない。理論的に考えれば死なないんだカエルは。理論的に敵のデータを取って動けば俺は死ぬことは絶対ない。そうだ、
リズムでいくぞ。こうだ、そうだ、こっからだ、こっちから行けば死なねえ。動きが決まってるからな。そしてカエルは必ず思った通りに動きをしてくれる。リズムでいけ。計算して動く座標を。それがカエルスーツの最も有効な使い方である。見ろ、カエルは計算、数学の力で。カエルはより力を発揮する。うっうっ、急降下も得意としてる。怖い、カエルの罠。うっ、罠を仕掛けるぞ。こっち来いや、お前。おい、しゃがみができるんだよ。おい、お前をトラップやめてやる。フロッグトラップ見た今の。フロッグトラップ、おい、やったぞ、普通にカエルでクリアしたんだ俺は。やった、この達成感。カエルで一面クリアしたぞ。おい、しかもこんな難しいステージを。お前とは関われねえよ、バカ野郎。関わらん。お好み焼きかよ。やめろ。最も不得意とする。しかもこれちょっとジャンプが微妙に長いから。こんな無理に決まってるだろ。しかし、このジャンプの高さを見ろ。今の生き残ったぞ、ジャンプの高さで。まんないやつ関わらん、俺は。と見せかけて。なんで脱げるんだよ今ので。踏んだろ完全に。あ、まあいいや、もうさっきのとこクリアしたからもうカエルはいいやろ。もういやー、やったな、カエルで一面クリアしたよ俺も。一生の思い出になるだろう。なんだなんとも言いようがねえな。お好み焼き、お好み焼き食いたいな。なんか家で作るお好み焼きと外で食うお好み焼きって違くない？なんか違うよね。あれ何なんだあの違いは。なんか違うんだよね。家でお好み焼き作ってもさ、なんかまあお好み焼きじゃんって感じがするけど、鉄板屋で食うお好み焼きってなんか違うんだよ。確かにその違いを解明してほしい、誰かに、学者に調べてほしい。鉄板かな、やっぱり鉄板の温度だろうね。フライパンでやるとある程度温度が低くなっちゃうから、あと狭いじゃん。鉄板って広い方がさ水分弾くからさ、それかもしれんな。水分がなくなってカリカリ焼けると。それがシェフ新助としての意見である。お好み焼き食いたくなってくるのかもしれない。ふざけんなこいつ、俺に合わせて上に。呼吸を読んでやがれ。こいつさえとしてほっといたら自爆すんじゃねえの勝手に。おい、よし、やっぱりな、自責の念で自爆する。あいつは何としても任務を遂行しなければという。もう今度こそクリアしたいよ俺は。やばい、挟まる。ここだ、こっからだ。なんで俺ここで死んだんだよさっき。ふざけんなよ、倒した。しょ、やった。ファイヤーで壊せるのか。あ、よかった。ファイヤーで壊せるのか、ここ。じゃあ別にいいじゃん。あんなやつ救わなくていいだろ、あのこの子。大抵お前横に行けば抜けれるのに。あんなの救う価値はない。自分で考えろ。どうすれば抜け出せるかなんて。ただ横に行くだけだ。さあ、今日はここまでにするか。
初めてこのキノコ俺の方に寄ってきたな。絶対信頼されてないと思ったからな。あのキノコとも絆が生まれてた。むずいなここ。アラトロなんどうした。てか待ってれば取れるんだ。これは有利。よし慎重に行くぞ慎重にな。行け。無駄な。ちょ、無駄に助走がついたおかげで色気づいちまった。そんなところに。あふ。ラッキー。もう。こんなやつに一発でも食らっちまったぜ。恥だ。やったー、なんだかんだ魚結構クリアしてる。それが一番嬉しい。それが一番喜ぶ。それが一番親が喜ぶよ。さあ2をやろう。6の3まで来たんだぜ俺は。もうすぐ斜めに行ける。お、ルイージ警戒も。即死。ルイージ警戒もが引かれている。臨場感あるなこのステージ。何度見てもルイージが来たぞ。おい逃がすな。一人だと思って侮るな。全力でかかれ。やばいなこいつらのやる気。一人一人がもう死ぬ気で取りに来てるルイージを。こいつらの気合統率がやばい。プクプクのちょっ死ぬ気のフェイント。一人一人が機能してるこのステージの。だから手強いこいつらは。一人一人が機能している。だから手強いんだ。ワンマンプレイではない。この飛び越えた方がいいだろ。よし。ちょっ。もう一個剣を押さえとればいけるんだ俺は。もっとやれるんだ俺だって。あのキノコさ取れれば。の。さすがルイージジャンプ。よし。これでもいけるだろ。あとは死ぬ気で俺も当たるだけだ。おわ。なんて死ぬ気だこいつら。よし。いやほんといて怖かったこいつら。一人一人が全然勢いが違ったな。チームワークを見せてもらった。チームワークの怖さ思い知ったよ。降りろ早く。降りろよ。なんでこれで立ってんだこの上に。あまりにも高すぎたジャンプ力。もうマリオなんてやってる場合じゃねえぞお前。バスケをやれバスケを。そのジャンプ力を生かせ。でかいから逆に落ちたな。おい何がピンポンなんだよお前。死んだじゃねえかお前の通りやったら。間違ったルートを教えやがったわ。よし。ちょ、土管に隣接したらいなくなるルールはどこ行ったんだよ。俺のローカルルールか。俺ん家の近くの。そういうルールあるだろお前。よしこれ一旦落ち着いて。早っこいつらスパンが。おいブロス、ブロスイス。ブロスイス、グレーニューアルバム、ニューシングル、ブロスイス。ありそう。おおブロスイスがどうにもなんねえよ。ハンマーが。
ピンポンとか鳴らすの、もうなんでだよ。もう一個、嘘だろ、こっからって。バカな。誰が採点して鳴らす、こう行けばいいんだよ。そしたらな、多分上とかだろ、どうせ。どい、的確に。ルイージをはめやがった。もう難しすぎる、ここいきなり。でもあそこの道を覚えたら、もうあそこではつまずかなくていいな。てかさ、もうこいつ飛び込んだらいいよ、こうやって。これだよ、よし。お、上でいいのか。なら消えろよ、お前ら。なんで消えねえんだよ。下だろ、これ。ほら、危ない方に決まってんだ、こんなの。緊張してきた。なぜぶつける、そこで頭を。いけるいける、大丈夫。もうなんか解いてきたぞ、俺。これね、こういけばいいんだよ。そしてこれもこういけばいいんだよ。こいつなんで隣接してるのに。落ち着けよ。ちょ、見えないって、それ。見えないって、そんな。もう一体化してんじゃん、なの、溶岩と。もうこんな余裕だよ、ブロスも戻ってことない。よし、いいぞ。次々に解いてる、難問を。やっぱ解くことだな、ちゃんと問題を。の、もう採点はいいぞ、本当に。もう真ん中だ、お、真ん中くせ。ふざけんな、早く。これ難しいんだよ、もう無理。今のでルイージが折れる音がした。マジであまりにもむずい、ここ。人間の解ける難しさを超えてる。ちょっ、こわっ。ちょ、待って、慎重に行け。よし、何やピンポン。上から目線で採点しやがって。あ、これ出てる時行った方がいいわ。出ろ早く。よし、紛れあるもんな。絶対来ると思った、もう今の。長いんだよ、あそこまで。あ、キノコねえの。あ、これだから。だいぶ手だれてきたぞ、このステージに。慣れてきたぜ。
だんだんね、ルイージコントロールがね、上手くなってくる。ルイージマネジメントが上手くなってきた、俺も。ルイージの管理、ルイージの管理業務につけるかもしれない、俺も。ああもう右が押せなかった。右が効かねえよ、このコントローラー。不良品起こしやがって。しかもめっちゃハンマー投げてたな、あいつ。なんだよ、ブロスの遺伝子を。ブロスから買ったな、ハンマーを。あ、まっすぐ行っていいんだ、そこ。まっすぐ行っていいんだ。ちょ、ほんと疲れが来てるから、もうさっさとクリアしよう。よし、ここら辺。よし、もう疲れが来てるから、さっさとクリアしよう。回転力上げていこう、ルイージの回転力。よし、回転力上げていけばいいんだ、これやって。回転力、回転力だったんだ、こいつを倒すには。ルイージの回転スピード上げていけば。なんだよ、気持ち悪い。こんだけ頑張ってクリアしたのに、でかいしめじだけ。気持ち悪いしめじが。でもようやく斜めまで来た。やっぱ7、いや7っていう数字が違うわ、もう箔がつく。